とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついに出ちゃいましたね。この装備、ソウルダンサーのローブですね。黄金にソウルフォーカス、下にクールダウン、魂の袋、ポーションバリアとなっております。本当にね、理想的だと思います。で、魂の袋、必要かなと思ったんだけども、これは絶対必要。もう絶対です。これを装備すると、ソウルが、750ソウル。いや、なんか単位がそうで合ってるかわかんないけど、750ね、ソウルを貯めることができるんですよ。これがね、本当にでかいと思う。うん。まあ、とりあえず、まだ作っただけで、使ってないので、行ってみようと思います。弓はこれだね。うん。流れ込む魂と、吸魂、クールダウンショット、バーストボーストリングだね。これが、もう一つのやつがあって、流れ込む魂がついてなくて、衝撃がついてるやつ。これだったんだけども、強いのよ。衝撃でぶっ飛ばすから。でも、ぶっ飛ばしたら、ハーベスターの意味があんまりなくなるので、とりあえずこっち側をしてます。まあ、ぶっ飛ばしていった方が、早い時には、さっきのやつの方がいいかな。で、フロストサイスは、もう結局これで試してみます。流れ込む魂と、共鳴、吸魂。で、アイテムボーナスですね。アイテムボーナスのところを、ダイナモでもいいかもしれない。ボス用に。まあ、とりあえず、これで一度試してみようと思います。行くぞ!それでは、クリーパーの森ですね。ソウル5倍。これめちゃくちゃ使いやすいでしょ。ソウル5倍。で、チキンジョッキーに代わって、トゲを持ってるっていうところです。これはね、ほんとソウルビルドに持ってこいの、うわーすごい来たちょっと待って。一発で、全回復だわ。はい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 。これはいけるよ。うん。こんだけソウルが回復するなら、これはちょっと検証にならないぐらいの、まあ、強さだわな。うん。いや、これはちょっと良くないな。うん。楽勝すぎるもん。まあまあ、とりあえずこれ最後までとりあえずやって、他も見ようか。ちょっとこれは楽勝すぎるよ。もう終わりですね。ここはちょっと検証にならなかったので、サクッと、クリアします。おい、浮遊射撃やめろ。浮遊射撃はやめてくれ。よし。もう一気に回復するんで、全然心配ないですね。で、敵がもうどうしても多い時、大連とか、やけどとか、そういう時はもうポーションバリア使って突っ込めば、もうなんてことなかった。まあ、アーティファクトが、報酬なので見てみましょう。どうだ?まあ、254か。それでは、砂漠の寺院に行きましょう。エメラルドが4になるまで回復して、臆病を持ってる。で、ウィッチか。まあ、めんどくさいな。まあ、とりあえず最初は、こんな感じで、ソウルを貯めると。ね。OK かな。こんぐらい溜まれば、一気にいけるでしょう。で、矢がね、ちょっと必要になることがあるので、矢筒は、一つ二つ取っておけば、問題ないかな。うん。で、一度ソウルが溜まってしまえば、あとはもう、ガシガシ、いけるんで。うんうん。減らない。ソウルは減らない。で、いけるでしょ。うん。で、ハーベスターはね、やっぱ、いいよね。範囲が広い。むちゃくちゃ広い。ちょっと待て。えらいな敵が多いな。どこ、キャプテン?あ、そこかい。で、この、影のブリューとの相性いいっていうのもいいよね。うん。影のブリューとの相性抜群。じゃあ、神秘なんだ。
うわ最悪だ。マジか。いませんね。いやー一発目から来たか。ほんとナイトモードの出る確率絶対高いよね。うん、どの変更点よりも一番高い気がする。いやいやいや、レッドストーンゴーレムと戦いにくいからやめたい。戦いたくない。逃げましょう。よっしゃ。まあ、特に問題なく今のところいけるかな。問題は洞窟の中に、キャプテンが何体いるのか、そして何がつくのかですね。うん、変なのがつかなければいいけど、ちょっとね、積むようなやつはやめてほしいな。オッケー。キャー！ナイトモードめんどくさい。どうでしょうかね。もうむしろいなくてもいいんだけどね。そんなわけにはいかないか。よし。いや、ハスク勝てない。え？うん、味方回復がいたか。やばい。脅威1。下にもいたね。うん。めんどくせえ、お前たち。はい。いけましたね。で、こいつは、うわ、ちょっと待て。いやー。そうね、ダイナモがちょっと欲しいと思ったな。ダイナモ欲しい。自分のね、やっぱり、攻撃力が減った時とか、これじゃ倒せないような気がしてきたぞ。となるとダイナモがあるとちょっと安心かな。でもまあまあまあ、夜の棒のね、このテンポセットがついてるんで、これで、まあ、なんとか引き打ちしていけばいけるか。うわ、プレイヤーダメージ減った。きついなー。いや、減ったとしても400万ダメージがあるってなかなか良くない？うん、400万ダメージあるっていうのはなかなかすごいと思うけどね。あー、やばい、固まった。危ねえ危ねえ。あー、いやいやいや、雲雲雲、危ない危ない。あと一発か。待て待て待て、敵多い。よし、脅威3。あと一体、神秘がいるかな。いや、クリアできるかな、これ。いきましょう。中間地点過ぎましたけども、あぶねあぶね、キャプテンはいないかな。どうだろう。やばいやばい、なんか大連がいる。どうだろう。あ、いないかな。できればいてほしかったけども、うん、ここまで来ていないならばもういないのかもしれませんね。うわー、何なんかえぐいことになってる。あー、これはいないわ。うん、ちょっと待って、ホースマンえぐい。多分ホースマンの一撃で死ぬのかもね。あ、ちょっと待って。あ、再生か。再生めんどいな。こっちの攻撃力も減ってるなら再生ちょっと倒しにくいもんね。おい、チビがいた。ちょい待って、やばい、すごいな。いや、攻撃力減ってるから倒せない。いやいや、倒していたとしても、そうか、ナイトモードで枠から意味がないか。やっべ、ちょっと待って、嫌なやつらがすっごいいる。いないね、キャプテンは。はい、では行きましょう。ダメージ 40% 減少なのでちょっと時間かかるかもしれない。
でも、まあ、倒すには倒せるかな。どこいる？オッケーオッケー、倒せるには倒せると思うよ。オッケー、いるぞ。いやーきついな、なかなか減らせないこれはなかなか減らないね。よし、オッケー。こういう時はダイナモよね。うん、こういう時のダイナモよ。よし、オッケー、いいね。でもこんだけ連射して倒していければいいよね。うん、うん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 、いいんじゃない。ソウルもね、別に安定して回収できるし減らないしで、ね、うんうん、いいと思う。まあ、今回ちょっと攻撃力減ってるからなかなか倒していけないけども、まあまあ減らなければ全然余裕だろうし、うんうん、いいんじゃないですか。やっぱ使いやすいよ。じゃあひどいひどいこれ。はい、ということで、クリアですね。はい、それでは戻ってきました。今日はね、理想系のソウルダンサーのローブが出ましたので、ソウルビルド完成です。使ってみましたらめちゃくちゃ強い。やっぱりね、この魂の袋、これ結構重要です。うん、でソウルフォーカスね、ダメージが全然違う。だってハーベスター一発で730万だよ。730万ダメージ。これが輝くローブだったらば560万よ。うん、やっぱソウルフォーカスの、威力っていうのが出たね。うん、まあ、ソウルフォーカスとか何にもついてないやつだったら370万なのよ。うん、やっぱり 50% アップとソウルフォーカス 30% アップで倍のダメージ出せるようになるので、これはやっぱり強い。うん、いや、ぜひおすすめしたいところですね。でもね、やっぱり、263が欲しい。うん、軽減なしの HP186 万か。ちょっと少ないね。もう少し耐久力は欲しいところだけども、まあ破壊力は抜群なので、面白いと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。